はい、皆様こんばんは。うさぎ大好き番組うさぎのおめめの今日は第22回目の放送が始まりました。はい、この番組は名古屋 IPTV、バーチャルスタジオから、はい、非常にご無沙汰しております。約1ヶ月半ぶりの皆さん本当にご無沙汰してます。私原田と、みんなのうさぎ先輩、はい、五島さんとで、はい、お送りします。五島さんです。はい、いや早速ね、はい、復帰していただいてあれなんですけど、はい、今日もおんぶに抱っこで。いやいや、ね、とんでもございません。もう私がお休みしている間に非常に五島先輩なんかスキルをアップしたという噂を聞いたので非常に楽しみに今日はしておりますので、ですかそれ、ぜひぜひよろしくお願いします。じゃああれですね、はい、今週のはいポーラちゃんのコーナーですね。はい、頑張って撮ってきました。よろしくお願いします。はい、ます、はい、このコーナーはおなじみ、はい、原田さんのうさちゃんですね、ポアロ君を紹介するコーナーです。はい、これはですね、はい、外に出たいって言ってアピールしてたんです、うん、いつも大体そうなんですけど、うん、だけどアピールはするんだけど、しばらくこう準備にちょっと時間かかるもんだから、はいはいはい、塞いだりするので、そしたら何か知らないけどその間に餌を食べ始めたので餌を食べるとうんこをしたくなっちゃうといけないと思って、閉めちゃったんだ。そうそう、出たいなら食べちゃダメって言ったらもぐ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 してるんですよ。なんかね、ちょっと間が空きすぎちゃうとか、またそのうちね、こう出して出してってやるんですけど、分かった、しばらくこんな感じでね、あ、そうそうそう、非常にアピールするんですよ。なかなか難しいですね、でもね、うん、そうそう、こんな感じでそう、だいたいいつも夜ね、9時過ぎになるとこれ始めるんですよ。 あまり時間が遅いとも出さないんだけど、うんうん、そう、ちょっとずっといなかったから、うん、週末は帰ってたので私、はい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 、一応で動画も撮って、うん、送りしましたけれども、あ、そうそう、だんだんこうやってああいうとこ噛み始める。ああ、もうダラダラな、これもダラダラこれ特に最近このゴールデンウィーク中はずっとだったんだけど、こんな感じでもうぺっちゃーってうなぎみたいにですね、うん、長くなって暑かったからですかね。なんですかね、気持ちよさそうにしてますよ。でもここずっとそうですけどね、今日もしてましたけど、あ、なんか気持ちよさそうですね気持ちいいみたいで、うん、羨ましいなと思ってこんなんだもんだって。皆さんとこのうさちゃんやりませんか、これね、多分やると思う、ね、やるでしょうね、うん、トロ君しました。やりました、やりました、やっぱりね、うん、そうですね、そうそう、だってちょっといたずらしてみて、いや、収まってみたりとかして、うん、結構ね、気持ちいいですよね。気持ちいいですよね。そう、まあ、ポアロは非常に元気だ。ちょっと出てきて、来ようとしたので、ね、ダメって言って。これはですね、はい、あ、そうそう、ドライアップル。ドライアップル。はい、これね、実はね、今日の放送にちょっと動画が足りなかったから、うん、最後の日、5日の日、はいはい、子供の日に、うん、普段は夜出すんだけど、うん、朝出したんですよ、うん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 、ちょっと早く動画を送らなくちゃと思って、あ、でいろいろこう、ジャビット君がいるんですけど、よくジャビット君出てくるけど、誰かタイガース、巨人ファンなんですか。僕は諦めちゃうの、また、うん、2人とも、ああ、そうなんですか。失礼しました、ごめんなさいね参考までに、はい、うち2人とも名古屋なんですけどで、ドライアップルのね、やっぱり気になるみたいで、うん、でもね、どっかのうさちゃんみたいにこう、なんていうの、蓋を開けるとか、そこまではちょっと技術がないみたいで、うん、一生懸命、箱には興味を示すんですけど、でもすぐ開けられちゃう、諦めが早い子で、あんな感じなんですよ気持ちいいからかな、今は。何回もやったんですけど、なんか3回ぐらいあんなことしてましたね。そう、もう完璧諦めました。そうか、諦めました。でちょっとこう音立ててやると、うん、また来るんですよ。でこれはもうしばらく、もう随分長いこと外に出してたから、うん、もうそろそろ帰ってもらいたいなと思ってでちょっとやってみようと思って、ああいうふうにちょっとずつケージに近くにですねあれを持ってくると一応くっついてくるんですよ、これが。やっぱりこの辺はね、うん、だからちょっと中に入れて、そうするとどうするかな、なんかいる、そう、中にもいろんなものを入れてですねちょっとおびき寄せてみたんです。お父さんいるじゃないですか。そうそう、お父さんいる。でこれ入ってきたもんだからよしと思って、うん、でこれいきなり閉めると、うん、
びっくりしちゃうから、ちょっとずつちょっとずつやろうと思って、まずこれをまず外に出し大きいのを出し、でもこの時点でもうダメと思ってるんで、自分がまた出なくちゃと思ってるけど、でまたこうやってやって全部出して、はいさようならってやってみたんですよ。そしたらあの後も出せ出せってやってましたけども、これはね、何分でちょっとまとめていただいたかわかんないけど、本当は5分ぐらいずってやってたんですよ。念入りに毛づくろい、そうそう、毛づくろいしたり耳をやったりとかね、なんか他のことやってほしかったもんだから、とりあえずずっと回してたんですけど、iPhone が熱くなるぐらい。でもずっとこればっかりでした。ってことでね、本当にね、最近あんまりですねやんないんですよ、いろんなこと。前にも言いましたけど、うちのパワロあんまり芸達者じゃないので、いやいやいや全然、でも可愛いですよ。今週のパワロって言うと、いつもいつ見ても同じことをやってるなっていう感じなんですけどね。綺麗好きなんですね。あれ多分ね、触るとかゆいのかな、こう撫でてやったりするとその後で必ず自分でやり直してるから、なんか買いてあげようかとか思うんですけど、どこがかゆいんだろうって、それなんか自分でやってますね。永遠と永遠と、でもあんまり毛は飛んだりしないんですよ。だからなんだっけ、汗毛期っていうのもそんなになくて、うちの場合は、はい、こんな感じで、はい、ん、パーロ君牧草散らかさない？散らかしますよ。散らかしますよね、だっていつもあのイタチごっこだもん、こうケージの中にあるやつをまた戻して、また出してきて戻して出してきてって言って、あの私入院してて、で、あの週末、はい、外泊で家が帰ると、ケージの中がなぜか牧草だらけ、牧草だらけ、なんでこうなってるんだろうって言って、あのね、うちでちょっと世話してくれた人が一人いるんですけど、誰ですか、誰でしょうね。そのままにしてるから、いつも掃除して結構大変でした。はい、そんな感じですが、そうですか、ありがとうございます。はい、なんで僕阪神って言ったんですかね。阪神阪神って言われました。ここは違いますよ、龍ですよ。うん、ちなみに先輩は、ああはい、あの龍です。あ、そうですか、失礼しました。うん、あ、ふーちゃんは戻した牧草は食べやしないって分かるかな、なんか繰り返しやるとまた食べるような感じしますけどね、あれでもだんだん長いやつはいいんだけど、だんだん短くなると本当に最後粉々になるじゃないですか、あれいつも困るんですけど、皆さんの子食べないみたいですよ、やっぱり。本当だ、お利口なんですね、お利口なんだね。うん、太くて硬い牧草はポイッと放り投げる。本当だ。うちは逆で、硬くて太いやつは好きですよ。ああ、コリ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 。すごい音立てて食べますけどね、皆さん。なんかすごい音しますよね。そう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 、あの前歯でね、ガリガリやってますけど、捨てる。皆さん意外と食べないんだ。ほう。ねえ、しつこく戻して食べさせます。ツッチーさんとこのプララちゃん、わざわざケージの外に出すって、いらないっていう意思表示なのかな。そうですね、すごいな。母ちゃんのところは好みがあって選んで食べます。結構部位によってってことですかね、やっぱね。ねえ、やべ、皆さんでも大体柔らかいとこが好きなのかな。そんな感じですね。うちの子だけかな。え、違うの。結構硬いとこ好きなんですけどね。ラピットさん、あ、ほが大好き。あ、ほもありますね。ほね、ほは食べますね。食べます食べます。あの時たま入ってるじゃないですか。入ってますね。そう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 。穂先が好きって。やっぱほが好き。多いですね。あ、きのこさんとかやっぱパリパリの。そうそうそう、長い茎ね。あれ、音立てて食べるから気持ちいいんですよね、見てる方もね。それぞれあるんですね。あとね、最近なんかペレットばっかり食べてたから、ペレットしばらくあの干し草食べないとダメとか言ってあげてなかったんですけど、そうするといやいや食べますけどね。いやいや、いやいやがわかる。ないから。そうそうそう。でも大体とは言っても大体はあのまんべんなく、てか両方それしかあげないから、うちの場合は。あの他のものをあのあげないので、まあ仕方なしに食べるのかなと。